鈴木誠也さん、夫人の村上にモノマネでエールを送る。顔を上げて頑張れ。草。畜生すぎるやろう。草生えるけどお前がやるんかいっていう。まあ村上と仲良しの兄貴分やしな。ええやつやん。これで村上生き返ったな。構えに出て草、ペッパーミルやってるのも受ける。聖夜も責任感じてそう。聖夜は東京オリンピックで、同じく全く打てないで苦しんだからな。不調なら、バット短く持てやって、案に言ってて草。ある意味、この役割は鈴木聖夜にしか、できないのかもしれん。今後の村上選手に期待しましょう。チャンネル登録していただいたら、とても嬉しいです。